みつともチャンネル、ともえだよ。見て見て、これファンの方々からいっぱいプレゼントが届きました。やったミントマスクにシール、手作りのシール、20万人おめでとうだって。うれちーたん、なんかこんなやつ語彙力ペロペロキャンデー、シュシュとイヤリング、かわいい見て、めっちゃかわいい。コスメ、うわ、友の大好きなオレンジが入ってる、めっちゃ使う。ビタミン C の美容液だって。あとシェーディングパウダーとマニキュア、なんか韓国語で読めないけど、あ、書いてあった、ヒアルロン酸エッセンスマスク。みんないっぱいありがとう、うれちいと話はそれましたが、今日の動画はありがたいことに、ともえちゃんなんか髪の毛がねサラサラって言ってもらえることが多くって、ヘアケアの方法を教えてくださいとかいうコメントがたくさん来ていたので、ともえちゃん特製特製ヘアケア方法を紹介したいと思います。イエーイまず一番最初に言っておきたいのが、ともえは今までに3回宿毛矯正をしています。高校2年生の時と高校3年生の時と、去年の秋かな、宿毛矯正をする前はそこまで髪の毛がくるくるパーマっていうわけじゃなかったけど、特に前髪とかがねすぐくるくるになるんよ、と思え。だから宿毛矯正をし始めて前髪とかもなかなかくるくるならんくなったから、友達は宿毛矯正おすすめです。だけどやっぱり髪の毛が痛むんよね。毛先とか、今まで枝毛全然なかったのが枝毛結構出てきたし、あと多分ともえはカラーとかしたことないんだけど、カラーするとき色が入りにくかったりするんかな、どうなんやろ。そこら辺も含めて宿毛矯正は考えていただけると嬉しいたんです。ブリーチカラーをいっぱいするっていう方はもしかしたらあんまりしない方がいいかも。でもともえももうこれからはあんまりしないでもいいかなって思ってます。宿毛矯正しなくても自分で見つけたヘアケア方法で綺麗にまっすぐの髪の毛を保てるかなって思ったので、これからはあんまりしないかなって感じ今日はそのヘアケア方法を紹介します。それではお風呂へレッツラーゴー三つともお風呂に到着しました。お前がいつも使ってるシャンプーがこれ、ボタニスト、ボタニカルシャンプースムース、グリーンアップルとローズの香りです。これを使う前はメリットを使ってたよね。でメリットめちゃくちゃいい匂いで大好きなんやけど、やっぱりなんか髪の毛がキシキシになっちゃうからこれを使ってます。トリートメントもボタニストのボタニカルトリートメント、これはアップルとベリーの香りです。いい匂いだよ。じゃあまずは髪の毛を濡らしていきます。あ、ガスつけるの忘れてた。ネイルしてからちょっとやりにくくなったからこれでします。
気持ちいい。これシャンプー足りなかったからもう2プッシュプラスします。髪の長さによってシャンプー使う量違うと思うけど、髪の毛多くても5プッシュぐらいが多いかな。でしっかり地肌が洗えたなと思ったら流していきます。流す時もシャンプーが流し忘れ、流し残りがないようにしっかりと流します。しっかり流せたら次はトリートメントをするんだけど、その前に髪の毛をね絞って水分をしっかり絞ります。で、トリートメント。これもなくなりかけないよね。トリートメントは贅沢に使えます。トリートメントを塗るときに髪の毛に沿って塗るっていうか、シルティクルを整えながら塗っていくイメージでいつもやってます。で、なんかこれは前が京都に行った時に通ってた美容院の方がやってたんだけど、トリートメントでこうやって手ぐしをしながらこうやってトリートメントを塗っていくとキューティクルが整って綺麗な髪の毛になるらしいから、みんなやってみてください。オイルトリートメントで、こうやってトリートメントが塗り終わったら、いつもと前は流す前に体を石鹸で洗って、で体の石鹸と一緒にトリートメントを流してます。ちょっと浸透させるイメージで時間を置いてから流してます。今日は体は洗わないのでちょっと待ちます。じゃあそろそろ流していきます。流す時もガサガサガサってしないで優しく丁寧に流します。しっかりと流せたらシャンプートリートメントはこれでおしまいなので、次は髪の毛を乾かします。めっちゃ髪の毛ついてる。はい、それではタオルドライをしていきます。タオルドライも優しくするのがポイントで、ガシャ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 ってするのは絶対ダメ。キュッ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 って水分を取っていって、ポン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 って髪をタオルでこすらないように優しく水分を取っていきます。なんかガサガサガサってしちゃうと髪と髪がこすれてダメって聞いたことがある。ドライヤーで乾かす前にこれリーゼのプレイフルケアオイルっていうのを塗っていきます。これはね、お風呂入った後にヘアケアとしても使えるし、前髪とかにチュン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 ってして髪の毛のセットにも使えるっていう、どっちにも使えるからすごく便利です。3プッシュぐらい髪の毛に塗ります。髪の毛を乾かす前に塗ってね。塗れたら髪の毛乾かしましょう。トモが使ってるドライヤー一緒の人いますか？これの一番上のターボみたいなやつ、あったかいのと冷たいのが風が交互に来るやつだよね。ドライヤーは近づけて乾かすんじゃなくて、ちょっと離して乾かします。なんかこのドライヤーはマイナスイオンが出てくるらしい。このマイナスイオンが髪の毛をきれいにしてくれるんだって。みっちゃんが調べて買ってくれたの。トイレ乾かしたらやっぱりこんぐらいの長さだと10分から15分ぐらいは最低でもかかるかな。でもいつもはみっちゃんが一緒にね、もう一個ドライヤーがあるんやけど乾かしてくれるんよ。そしたらもうすぐ乾く。彼氏とか旦那さんがいる方は一緒に乾かしてって乾かしてもらおう。
めっちゃセミの声が聞こえる。でも本当これが一番大事っていうのは、お風呂入った後すぐに乾かすこと。ずっと放置してたりしたら、もうどん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 髪の毛がね傷んできちゃうから、お風呂出てすぐ乾かすようにしてください。ともえちゃんのヘアケア方法はこんな感じです。ちょっとでも、ほんのちょこっとでもみんなの役に立てたらとっても嬉しいたんです。それでは皆さん、バイバーイ。